ゴールが遠い。くっそ、時間がねえ。セナの足だってもう限界に近い。くそ、このままじゃ。なんすか。デモン、ハチアドゲイン。いやー、兄さん、早く次セットして、急いで。スパイク、すぐ時計止めんぞ。何ポケットしてやがる、このクソザル。1秒がもったいねえ、早くセットの位置につきやがれ。ハチさん、何やってんだ。てめえのせいでいつまでも始めらんねえだろうが。まさか雪光がいつの間にか最前列の7人に加わっている。インモーション、ライモンはセット位置につくために急いでいたのではない。助走つけてスタートすりゃ一級先輩のスピードにだって勝てんだよ。おら、さっさと位置につきやがれ、クソザル。こっちはずっとプレー開始待ってんだよ。昼間に惑わされるな。もうプレー始まってるぞ。おお、ボールがない。みんな動け、急げ。ふざけやがって。これは最初から時計を止めるためのスパイクなどではなかった。いやー、ロングパスだ。残り12秒、わずかワンタッチダウン差を追うデモンデビルマックス。新龍寺の今日をつく運命のパスが今放たれた。このパスが通れば一気にタッチダウンできる。そのためにキルマさんがじりじりと距離を稼いでいたんだ。小早川セナを前に押し出す作戦はこのための布石。うさぁ、チャッチ、ナックス。どうすかよ、空中戦ナンバーワンは俺だ。うカスター、そんな、あんな距離から届くなんて。一休くん、パスの弾道をずらしました。これは万事休すか。なんで弾道をずらしたのにドンピシャのとこに。一休先輩、あんたの凄さは俺が一番よく知ってるんすよ。会場の全員が無理だって思うが、俺だけはあんたなら指をかすらせるって信じてたんすよ。Oh no!